はい、こんにちは、すくきわかめと申します。それではモテる男になるためにマイネリーベから乙女心を学ぶということで、直樹くんルートですね、続きをやっていきたいと思います。今回いきなりハートがついてるんですが、あ、そっか、なんか前回江戸から誘われたんでしたっけ。で、来週が直樹くんと、またねプレイに時間が空いてるので服を忘れてるのがちょっと怖いですが、行ってみましょう。まだ服変わってない。どれで行ったか覚えてないよ。どうしよう、どっちだ。ボーイッシュで行ってみようかな。いや、でもなんかこっちの方がいい、カジュアルで。2分の1ですからね。おい、江戸まで迎えに来てくれてるよ。すみません、お待たせしちゃって。まあでも自分から誘ってきてますからね。俺が勝手に来たんだ、気にすんなって。帰っちゃう。それじゃ、行こうぜ。お許しいただけましたね、よかった。なんか今日すっげえ静かだよな。カフェに誘われたのか。はあ、葬式みたいですね。はない。目そらしたね。年配のお客様が多いからですね。いい天気だからみんな眠いんですよ。江戸だからこれでいいんじゃない？やっぱだよね。そうだよな。なんか俺たち以心伝心というより一心同体って感じ。うん、最近なんかあったかくても寒くてもいつでも眠い。いや、もっといいよ。もう終わりかよ、ずっといてえのに。今日はありがとうよ。ほんと最近ただでさえ一日が早く終わってしまうのに、もう終わっちゃう。それじゃ帰ろっか。もう少しだけ。おし、お前のこと送ってくぜ。まだ昼なんだけどな、早いんだよな解散で。明日から何をするかっていうところで、どうしよう。低いのが、まあ、火星と陽子。とりあえず学力運動は捨ててるんで、これ火星が下がるの痛いな。でも陽子もちょっと上げときたい。あ、だいぶ上がったな。誰？ねえ、は、帰りにカフェ寄っていかない？みんなもカフェか。いいよ。うん、行こう行こう。じゃあさっさと行きましょう。ああ、フラペチーノ飲んでみたいんだよ。もうすぐテストね。あ、だからか。テスト勉強してるの？私は全然してないの。何にも勉強してない。みんなと楽しくカフェで過ごした。やばいね。あ、びっくりした。暗転長いのはちょっとやめて。こんにちは。あら、自分がお送りします。送ってくれんの？ぜひご一緒させてください。それでは帰りましょう。帰りましょう。なんかやっぱ直樹くんから声かけてくれると嬉しいな。何かお困りでしたら自分が力になります。いや、もうでも結構今回やれること全部やってると思うから、あんま困ってない。ありがとう直樹くん。直樹くんとおしゃべりして過ごしちゃった、楽しかった、よかったね。すごい充実してるからな今。誰だ。今週調子が良かった。君は最近サナギから蝶に変化するごとく美しくなったと評判だな。これからがとても楽しみだ。オルフェ、本当にそれワカメにしか言ってないだろうな。ちょっと信用ならないよ。で、今日がナオジ君ですね。オッケー、ちょっと怖いんでクイックセーブもしましたと。エドがカジュアルで大丈夫だったから、ナオジ君カジュアルでダメかな。で、また寮の門の前に立たされてるのは直樹くん。迎えに来てくれてる。帰られちゃうかな。すみません、お待たせしちゃって。お気になさらず。大丈夫？その服、あ、とてもお似合いです。ありがとう。よかった。これで正解なんだ。この国の歴史をご存知ですか？あ、もう熟知してますね。今度調べてみますって。歴史はよくわかりません。はい、本で読みました。教えてあげるよ、直樹くんにも。やはりそうですか。 あなたとの出会いに何か運命的なものを感じます。今度ジャパンについても教えてくれ。名残惜しいですね。もっと時間があれば嬉しいのですが。ほんと解散が早い。それでは帰りましょう。この後なんか飯食ってとかなんないのかな。自分に送らせてください。はあ、いや、でも充実した学園生活ではありますね。で、明日から何をする？で、もうテストでしょ？
もう今更勉強しても付け焼き場だから火星芸術が下がっちゃう。どうしよう。部活やったら、どうしよう。芸術でちょっと学力あります。じゃあ運動はもう下がりようがないから、これやった上で火星あげよう。誰だ。あら、あそこにいらっしゃるのオルフェだな。一応じゃあ声はかけましょう。さっき褒めてくれたし、ご一緒に帰ってもよろしいですか。帰ってくれる。私とでよろしければ、さあ行こうか。でも目はそらすな。困ったことがあるときはいつでも君の力になろう。あなたが結構冷たいんだよ。なんかオルフェとおしゃべりして過ごしちゃった。楽しかった。でもやっぱ容姿も上がってきてるから。あ、下がってんじゃん容姿。あ、また褒められる。芸術とは生まれ持ってのものだが、はい、君は最近その才能の花を咲かせつつある。本当にもう枯れそうだよ。なんか、あい、嘘。あ、びっくりした。やめて本当に。ケーキでも食べに行かない。ケーキ、おー、行こうじゃ。びっくりしたよ。はぁ、知らねえよそんなこと。ね、ほら、あのボーイさん、マリーのこと見てる。いや、ワカメのことを見てないか。マリーと楽しくカフェで過ごした。そう、今回チェックできてないから一回クイックセーブして先生行きますか。じゃあ、よし、じゃあ先生行こう。先生。あら、どうしたの、具合が悪いの。寿命100年縮んだよ今ので。それとも悩み。悩み。とりあえず評価を。みんなのあなたに対する印象。はい。こんな感じかしら。どんな感じかしら。あ、まだ爆弾ついてない。めっちゃいい感じではあるな。なるほど。へえ、人気者なのね。もう先生よりは全然人気あると思う今。まだ何か知りたいことでも。知りたいこと今何もない。悩み解決の糸口。見つかった、見つかった。鎮静剤でも注射して。もう刺して、もうぶっ刺して。いえ結構です、ありがとうございました。結構ワカメ遠慮しがちだな。オッケー、じゃあちょっと時を戻します。言うてもう5月だからな、あと 3,4 回で終わんじゃないかな。そうしたら、ナオジ君のイベントって、とりあえずナオジ君誘いますか。ちゃんとね、服を覚えてるうちに直司くん行こう。はい、交換所です。うるせえ、直司くんお願いします。ほんとこの暗転長いんだよな。はい、直司です。はい、ワカメです。 あなたですか。私でした。声が聞けてとても嬉しいです。すごい嬉しい、そう言ってくれると。どうしよう。もう一回図書館行ったらなんかイベント発生したりすんのかな。図書館で論文の制作のための資料を揃えたいのですが、効率のいい探し方を教えていただけませんか。それでは行ってくれる。同行させていただきます。楽しみだね。よろしいんですか。ありがとうございます、とっても嬉しいです。オッケー、順調、よかったね。ワカメで、じゃあ心置きなくテストですね。今日から中間テストだ。お、天才、まあまあ天才、まあまあ変わってなさそう。今日はテストの結果発表日、成績を見るのドキドキ。テスト結果出んの早いよな。総合結果は、あ、やっぱ B のまんまですね。まあ学力捨ててるからな、なかなかいい結果が出た。日頃の地道な努力が実を結んだ感じ。勉強に関しては何にも努力してないんだよな。で、じゃあ今日が直司くんですね。で、前回カジュアルで言ってるから今回はこのジャックオーランタンでいいと。あ、また立たされてますね。ナオジ君、すみません、お待たせしちゃって。お気になさらず。本当いつもごめんね。では行きましょうか。はい、行きましょう。あ、イベントじゃない。実は興味深いです。興味深い。まあ母国だからね。ホームシックですか。私も最近よく読んでいます。ナオジ様の故郷ですね。
もうワカメもしっかりねジャパンについては勉強してるんで。やはりそうですか。あなたとの出会いに何か運命的なものを感じます。実はワカメね生粋の日本人なんだよ。名残惜しいですね。ね、もっと時間があれば嬉しいのですが、ね、今度なんか日本の工場見学とか一緒に行きたいね。それでは帰りましょう。はい、帰りましょう。自分に送らせてください。すごい充実してる今回の学園生活。ただそろそろ爆弾は怖いところではあるんですよね。で、体調どうしようかな。一回ここで火星ありますか。頼む。誰だ。おい、え、帰宅の友を知る。どうしようかな。ええ、ぜひご一緒させてください。帰るぞ。帰ろう。あ、困ったことがあったらって言ってくれなくなった。ルイと楽しく下校した。爆弾やめて。ついてはないけど体調がそろそろやばいな。ねえ、あ、帰りにカフェ寄っていく。またカフェ。あー、いいよ行こう。たまにはハンバーガーとかさ、カフェにあんのかな。みんなと楽しくカフェで過ごした。みんなテストどうだった。大丈夫、無事に。あ、また連続休暇だよ。え、どうしようかな。そしたらこの連続休暇終わるところまでやっちゃいたいですよね。で、休暇中にまたみんなマリンガッチャン行って、それで行こうかね。え、一回もう多分直司くんこれ以上好かれることはないと思うんで、一回今のうちにちょっと回復しよう。ほんで70まで回復しました。みんなマリンガッチャン、これで卒業まで持たないかな。で、ここで直司くん誘って遊園地、この作戦でいきましょう。オッケー、クイックセーブもしたんで、もう休日、この連続休暇はね女子に当てよう。はい、交換所です。やかましい。じゃあみんなちゃんをお願いします。出てくれよ。はい、ベリフルミーナ。はい、口わかめです。あー、ちょうどよかった。本当？今電話しようとしてたの。俺も今電話しようと思ってた。いや、したんだけど。で、じゃあ明日、前回どこ行ったんだっけ。あ、なんか映画行ったような気がすんな。そうしたらみんなカフェ行く。俺からのお誘いでカフェって言ってくれる。ちゃんと6月2日カフェに遊びに行かない。うん、あ、大丈夫そう。その日なら大丈夫そうよ。よかった。うわ、じゃあ楽しみにしてるね。こうやってカフェイン中毒が出来上がってくんだろうな。よし、忘れないようにしなくちゃ。ただ服が怖いので、クイックセーブしていこう。でももう6月入ってるから、そうだよね、服変わってますよね。じゃあトラディショナルで OK と。この服かわいいな。なんかベルトの赤がいいアクセントになってる。あ、待った？いいえ、今来たところよ。本当に？あら、その服いいじゃない。どこで買ったの？これ君の部屋のタンスの中に入ってたやつだよ。あそこのカップルさ、はあ、なんか訳ありっぽくない？訳あり。そうなの、全然気にしてなかった。昨日は別の男連れてたわよ。あれじゃあ帰って目立つよね。ほんと下世話だよな、みんな。そうよね。私たちいい友達でいられそうね。すごい、なんかワカメとみんなって歪んだ絆だよな。今日はすごく楽しかった、ね、楽しかった。帰りましょう。お、帰りましょう。一緒に帰ってもいいかしら。うん、一緒に帰ろう。みんなはでも明日は明日でまた別の女の子連れて歩くんだろ。で、じゃあ今日はマリーンですね。一回クイックセーブしておきます。ここでしくるわけにはいかない。しっかり爆弾解除してって。ワカメです。そしたらマリーンの野郎お願いします。頼むよ。はい、マリーンです。はい、ギムネマでいいんでしたっけ。今回の世界線はギムネマです。マリーンにご用事。ご用事。そしたらマリーン明日、え、どうしよう。
マリン、遺跡か森に埋めたい気持ちはあるんだけど、とりあえず公園でも行く？6月4日公園に遊びに行かない？なんだと？おい、これ俺より大事な用事って何？そうじゃまた今度ね。ダメでしたね。もう何を使えないやつめ。じゃあ時を戻します。さあ死に戻ってきた。頼む本当に。はい、交換所です。うるせえ。マリンをお願いします。二度目の正直。はい、マリン。はい、リムネマです。ご用事。マリン、明日。公園が嫌だったのかな。でもマリンと映画見たくないしな。え、マリンもじゃあカフェ行く？6月4日カフェに遊びに行かない？あ、大丈夫そうですね。マリンもカフェ行きたかったんだな。うわ、じゃあ楽しみにしてるね。オッケー、よし、忘れないようにしなくちゃ。で、服変わってるから、もう何も迷う必要なく、このフェミニンで OK と。先に来てますね。待った？大丈夫。私も今来たの。そう。かわいい。いいな、その服。この服もマリンの部屋のタンスの中に入ってたんだよ。でもこの世界だとタンスじゃないな、多分。このケーキ、マリンの方が大きくない？遠近法じゃないの？だから。いやいや、私のが大きいでしょ。っていうか、自意識過剰すぎ。これ言ってやりたいな。それはきっと、ボーイさんの愛ね。ああ、おだてておきますか、じゃあ。やっぱり。ああ。さすが親友よね。一生友達でいようね。でも、よっぽどでかいんだったら、ちょっとわかめにもくれない？ああ、夢の中って感じ。はあ。じゃあ閉店までいていいよ。それじゃあ帰ろう。帰るんだよな。よし、部屋まで一緒に帰ろう。あ、やばい、ついてきちゃいましたね。やっぱ食べてる途中で退席して巻くしかないな、あれ。オッケー、で今度ガッチャンなんで一回クイックセーブします。オッケー、頼むよ。はい、交換所。はい、ワカメです。どなたにおつなぎいたしましょう。ガッチャンお願いします。電話嬉しいって言ってくれるからね。オーガスタよ。ワカメよ。電話なんて嬉しいわ。嬉しい。どうしたのかしら。ちょっとね、声が聞きたくなっちゃって。そしたらガッチャン、明日。ガッチャンも前回どこ行ったんだかな。全然覚えてない。劇場行かないしな。ガッチャン、公園行ってみる？6月6日公園に遊びに行かない？そうね。大丈夫？あ、よかった。ご一緒してあげて。なんか上からなのが尺に触るけど、ありがとう。うわ、じゃあ楽しみにしてるね。よかった。同じだったかな、でも。で、服は大丈夫と。服もこのダッフィーで、問題ナッシング。待った、みんな先に来てくれるようになってる。いいのよ。私も今来たところだわ。たまには門の前で待っててくれてもいいんだよ。なかなか感じのいい服ね。あなたに似合ってるわ。ありがとう。これもみんなの部屋のタンスに入ってたんだ。この公園って、はあ、よく手入れしてあるわね。手入れしてある。管理人が頑張ってるからよ。心が和む素敵な場所ね。ずっと綺麗で。どれだろう。ガッチャンでしょ。心が和むっていうのは多分この子感じてない。かといってずっと綺麗でいてほしいっていうのもないと思うから。管理人頑張ってるからって言って、え、これでいいのかな。なかなか斬新な発想ね。あ、違う。斬新でした。面白かった。ありがとう。僕の回答がですかね、やっぱり。帰りましょう。あ、帰りましょう。お部屋までご一緒するわ。部屋まではいい。で、これで休みがあと1日。とりあえず電話する前にクイックセーブをして、直司くん。もう移動遊園地、はい、交換所です。来てますよね。どなたにおつなぎいたしましょう。直司くんお願いします。せっかくならね、推しと遊園地行きたい。はい、直司です。はい、ワカメです。あなたですか。
声が聞けてとても嬉しいです。すんごい本当に嬉しそうなんだよな。あ、遊園地行ける。ナオジ君遊園地行こう。あんま好きじゃなさそうだけど遊園地が来てるんですけど、時には童心に戻って遊ぼうと思ってるんです。それでは行ってくれる。同行させていただきます。ありがとう。でも選択肢多分難しいんだよな。よろしいんですか。ありがとうございます。とっても嬉しいです。よっしゃやった、作戦成功で、これで連続休暇が終わるんで、オッケー。そしたらいいお時間になってるんで、今回この辺にして、次回ですね、またここから先を進めていきたいと思います。というわけで、ここまでご視聴いただきましてどうもありがとうございました。次回もまた見てくださいね。はい、バイバーイ。